フォルクル合宿に行ってきました。あのフォルクルチームも新体制になり、僕も2年ぶりに、ヘッドコーチという形で、合宿に参加してきました。そうですね、あの条件がちょっと厳しかったんですが、コーチの中のミーティングで、条件悪くて、キャンセル、合宿をキャンセルすることは簡単だったんですが、条件が悪くても、みんなで集まって選手同士のコミュニケーション、コーチ同士のコミュニケーションをして、継続してやっていくことが大切なんじゃないかってコーチで話し合って、開催しました。今回は雪もそんなについてなかったんで、雪上ではいきなり自分のいいフィーリングを求めるというよりは、しっかりテーマ立てさせていただいて、ベースの基本技術、どこに乗ったらスキーが走る、どういうポジションで滑りたい、どんな脚の使い方をしたらいいんだっていうところを少し徹底的にみんなで確認しました。今回良かったのは、雪上の後に、みんなでディスカッションしたり、技術を確認したりということで、座学じゃないんだけど、滑走とあと頭の整理っていうのを同時にできたのが良かったかなと思います。頭でっかちになってほしくないんだけど、やっぱり最低限 1+1 は2ってとこは分かってた方が、やっぱりこうスランプになったりだとか、なんか滑りを作るときにすごく重要になってくるんで、感覚だけでとか、なんかモノマネだけで滑る限界って必ずどっかで来るんで、やっぱり基本技術をしっかりと整理するってことがすごく重要かなと思いました。次回の合宿は、本当に選手とまずコーチのコミュニケーションを大切にして、いよいよ種目の練習になっていくんで、種目の中の基本技術を確認していきたいかなと思います。